チャオ、あっちゃんです。エバーグリーンタラ元店、新規開店でね、昨日、なんだ、直送市、鮮魚市行ってきてね、行ったらね、声かけてくれた視聴者さんがいて、そう、いつもね、コメント欄でね、こう盛り上げてくれてるみゆきさんが来てくれました。はい、生インガスンガスも聞けました。ありがとうございます。わざわざね、来ていただいてありがとうございます。それでね、気使っていただいてね、プレゼントをいただいて本当嬉しかった。ありがとうございますね。あっちゃんいつも飲んでるね、トマトジュースをね、いただいたんですね。ちょっとね、そう、エンドハニーから来ました。ありがとうございます。エンドハニーの限定ペアセット。これ何やろ、エコラビスタ、うん、なんかこのね、これが入ってる。ありがとうございます。気遣いありがとうございます。でもね、ほんともう手ぶらでね、あっちゃんどんなやつかなって見に来てくれたら、ね、どっか行くよとか言って告知した時、もしあったら見に、あっちゃんね、どんなやつやろって、生のあっちゃんって多分動画よりも1000倍ぐらい可愛いんやろなと思って期待して見に来てください。がっかりします。はい。いやいやいや、まあね、そんなこんなでね、本当はもうお気軽に、もしあっちゃん街角で見かけたら、あっちゃんやんけー言うて声かけてください。うん、要はね、関西のばちゃんパンパンって叩くんだけど、痛いから叩かないでください。なでなでぐらいにしてください。いやいや、みゆきさんがしたわけじゃないんだけどね。まあね、ほんまにね、みゆきさんはね、コメント欄でもいつも吉本ネタをぶっ込んでくれて、楽しいしてたけど、実際、ね、みゆきさんと会って、ほんと楽しい人でした。ありがとうございます。ほんま短い間やったけどもね、ほんまちょっとだけおしゃべりしただけやったけども、ほんとありがとうございました。来てくれて。はい。昨日本当エバーグリーンで、あとね、鮮魚市でちょっとお魚見てんけどね、あんまりいいのがなかったね。まあいいのがないっていうか、鮮魚はすごい鮮度は良かった。ほんままだ生きてたね、揚がりたての、ピョンって飛び跳ねるカレーとかもおったんやけどもね、頃合いのいいちょっと大物魚とか、さばくのに見栄えするような魚がなくてね。でまあさばいたことのない、なんだ、ハマチの子供、名前がね、多分ツバスかな、ほんまね、これアジぐらいの、これぐらいの大きさのね、ハマチ、またね、この後ぐらいに動画があると思うんだけどね、昨日さばいたんやけど、まあそういうお魚が出てて、まあそれをね、買ってきたんやけどもね、まあまだまだやっぱりね、柏手店さんはさばきがすごい、さばきってお客さんさばきとトークがやっぱりうまいんやけど、田原元店さんはまだ多分ね、できたすぐやからね、さばくのがちょっとグダグダになってたり、で会場が特設会場じゃなく通路でやるもんやから、もうごった返しになっててね、ちょっとあれやったんやけどね、またあっちゃんも何度か行きます。でお魚のね、やっぱりお店が綺麗のと、お魚のね、並びがね、やっぱり今まで違ったり、柏手店とはまたちょっと違ったりもするんで、面白かった。はい。ということなんでね、また、行きたいと思います。今日はなんかね、トロ箱市があるね。それも気になんねんけどもね、もう2日連続行くのも嫌やし、夏場もあんまり出かけたくないんでね、暑いんでね。はい。ということでね、また夜市で、雑賀崎に子供と一緒に行くか、そうかもうどっかね、ペンションか、どっか借りて、キッチン付きのペンション借りて、釣りすんのか、その近くのね、市場で何か買うのか、現地でさばいて、現地で食べて、現地でわーわー言うて楽しむっていうのもありかなと思ってね。うん、まあそういうね、何か夏休みリゾートに行けたらなと思ってるあっちゃんでした。はい。ということでね、昨日ね、みくさん来てくださってありがとうございました。では、またね、バイバイ。ありがとうね、昨日来てくれて。